次に宮川真君、宮川君。立憲民主党の宮川真でございます。今日は新型コロナウイルス感染症対策に関して議論できればと思います。まず最初にお配りした紙の1ページ目をご覧いただきたいんですけれども、これは科学の分野でですね、有名なネイチャーという雑誌の記事です。ネイチャーズ10 in 2020ということで、これニュージーランドの首相の、ジャシンダ・アーダン首相がですね、この10人に選ばれたということで、これクライシスリーダーということで、記事になっています。でこれはサイエンスをベースに科学的な視点からですね、コロナの感染対策に取り組んで、これによって感染を封じ込めて、国民の命、暮らしを守ったということで、科学の雑誌が評価をして称えているということであります。私は日本もしっかりと科学に基づいて、対策を取っていく必要があるというふうに考えております。そういった中で、今我が党はゼロコロナ政策というのを提案をさせていただいています。でこれは中途半端なウィズコロナの政策だと、また感染がぶり返してきてしまうかもしれない。感染をこう繰り返していると、いつまでたっても立ち直れないということで、しっかりまずは国民の命を守って、でその間、支援もしっかり事業者さんに対する支援もしていくということであります。でこういった中でですね、経済を回していくために私が非常に重要だと感じているのは、重篤者を出さない、あるいはお亡くなりになる方を出さない、ここをしっかり手を打っていくということが私極めて重要だというふうに考えております。そこでちょっとご質問まずしたいんですけれども、このコロナで今までにお亡くなりになってしまった方の数、そして第3波12月以降においてお亡くなりになってしまった数のを教えていただけますでしょうか。健康局長、正林徳明君。お答えします。昨日2月25日までの新型コロナウイルスの死亡者の累計は7720人と承知しています。また令和2年12月1日から昨日2月25日までの新型コロナウイルスの死亡者の累計は5582人であります。委員長、宮川真君。はい、多くの方が本当にお亡くなりになって大変残念なことだと私は思っております。で今数字でですね、第1波第2波第1波がありました。でこの経験を生かして第3波を何としても、抑えていかなきゃいけなかったわけですが、お亡くなりになった方の7割近くはですね、第3波でお亡くなりになっているということであります。じゃあ、この中でですね、高齢者の方が何人で、その割合は何パーセントでしょうか。健康局長、正林徳明君。お答えします。令和3年2月24日18時時点での新型コロナウイルスの死亡者の累計について、60歳代以上は6674人、70歳代以上は6142人です。令和3年に同じ時点での新型コロナウイルスの死亡者における60歳代以上の割合は 95.9%、 70歳代以上の割合は 88.3% であります。委員長、宮川真君。大臣、極めて高い割合で高齢者の方がお亡くなりになっているということであります。これ、実は予想されていたことなわけであります。海外の事例等も見てですね。それでこのお配りした資料の2枚目をご覧いただきたいんですが、これ、本当は厚生労働省の方から統計的なデータをいただきたかったんですが、ないということだったので、これ、マスコミのデータでありますが、これ、高齢者施設や病院でのお亡くなりになっている方々が、一気に1月、2月、跳ね上がっているわけであります。これクラスター感染が起こって、そういった中から、お亡くなりになっている方が出ているというふうに私は認識をしておりますが、ですからこういうクラスターが起こらないように、こういった高齢者のところを守っていかなきゃいけないというふうに私は思いますが、これ第3波起こる前11月12月、大臣こういった認識はお持ちだったでしょうか。田村厚生労働大臣。クラスター、専門家の方々のですね、ご評価はですね、まず歓楽街
飲食店、まあ、そういうところですね、接待を伴う飲食店、こういうところのクラスターが、まあ、高齢者施設、病院等々に移っていって、クラスターをさらに広げていくと、まあ、こういうようなご評価であります。で、医療機関、病院、まあ、それから介護施設、当然高齢者、基礎疾患を持っている方々多いわけで、当然のごとくこういうところはですね、感染、クラスターが起こりますと重症化をすること、これはもう去年の4月5月の経験で我々も十分に認識をいたしておりましたので、11月の時点でですね、高齢者施設等々にはこれは PCR 検査等々をしっかりやっていただくようにというような、こういう通知を何度も実は去年の9月から出させていただいているわけでありますが、私も就任してすぐに出させていただいております。で、まあ、確かにやっていただいたところもあるんですが、なかなかこれがですね、徹底されない。それでですね、まあ、今般特に緊急事態宣言出されているところ、まあ、緊急事態措置と言った方がいいかもわかりませんね、そのエリアに関して、都道府県に関しては、もう早急にこれ、まあ、実施計画を作ってもらいたいと。そしてその上で3月中に検査を徹底してもらいたい、再度お願いをさせていただきまして、今その集計をしておる最中であります。とにかくやはり介護施設等々がやはり一番危ないわけで、ある程度医療機関もクラスター起こっておりますけれども、医療機関はある程度 PCR 検査やっております。介護施設がなかなかやっていただいていないというところがございますので、これこれからもしっかり徹底をしてまいりたい、このように思っております。宮川真君。はい、今厚労省としてはPCR 検査を、やるようにということだったけれども、うまくできなかったというご発言あったと思います。なんでうまくできなかったんでしょうか。厚生労働大臣、田村典久君。なかなかですね、できなかった理由はいくつもあるんだというふうに思います。一つはですね、検査、PCR 検査となると、やはり保健所が中心になってまいります。保健所は感染が拡大してまいりますと、業務が肩になってまいりますので、なかなかですね、保健所等々とうまく連携が取れないでありますから、まあ、我々もですね、民間を使いながらやっていただき、ただし出た場合には保健所には必ずご報告いただかなきゃなりませんから、そういうようなあらかじめのですね、取り決めといいますか、それをしていただきながらやっていただきたいでありますが、いろんなことをお願いしました。確かに11月ですね、200施設、まあ、計ですかね、計400施設ぐらいはやっていただいていると思うんですが、もうあまた施設はいっぱいありますから、全国に。そういう意味ではですね、まあ、まだまだ我々が、特に感染拡大が進んでいる地域、ここは特にやっていただきたいというお願いをしてきたわけでありますけれども、なかなか進まなかったという事例もあります。また場合によっては、もしそれで陽性者が出た場合に、介護従事者でありますから、マンパワーの問題も出てくるというご心配もあるのかも分かりません。いずれいたしましても、そういうご心配一つ一つですね、我々としては解消をさせていただく、そういうようないろんなアドバイスもさせていただきながらですね、これからも特に感染が広がっている地域に関してはですね、これはもう介護施設はですね、何としてもマストで検査をしていただきたいというお願いをさせていただきたいというふうに思っております。委員長。宮川真君。はい、私この間ずっと私の選挙区内も見てきましたが、やはり不十分だったというふうに私は思います。でまずですね、3月3日の日に我々は PCR 検査の強化法、強化法という、まあ、議員立法を出させていただきましたが、まあ、横に置かれて何も審議されないままだということであります。でそしてちょっとお配りした資料の3枚目をご覧いただきたいんですが、これ8月11日の日に、市民グループからですね、加藤当時の厚労大臣に出された要望書、PCR 検査の拡充を求める要望書というものでありますが、第1波の時に、本当にその高齢者施設だとか、障害者の施設、千葉県では東の庄町でかなりのクラスターが出たんですが、そこで苦労された方々が、PCR 検査を受けさせてほしいと、で自分が不安に思った時に、PCR 検査が受けれない、そういった中でもし感染させてしまって、命が利用者さん、落としてしまったら、本当に責任重大だと、PCR 検査を受けさせてほしい、こういった声がですね、集まって、この要望書を厚労省にも出してるんです。これ、8月ですよ、大臣。8月に出しております。で、そういった中で、なぜ PCR 検査が第3波に整わなかったのか、まあ、今、ルール、大臣も説明をされていましたが、私はもっとこれはやれる
ことがあったんじゃないかというふうに思います。これこの後も少し議論したいですが、そういった中でもう一つ、ご理解していただきたいのが、結局この1月の時にですね、クラスターが起こった、いろんなところで起こってきたわけですが、濃厚接触者の特定だとか保健所がもういっぱいいっぱいになったので対応が遅れたわけですね。ですから高齢者施設等が自分たちで PCR 検査をもうやり始めてたわけです、民間企業にですね。例えばの例で言うと、利用者さんで陽性患者が出たんだ、陽性反応が出たんだけども、その後じゃあどうすればいいかという連絡がなかなか来ないと。だけどもいろんな人が不安に思うから、施設が独自で自分のお金で払って PCR 検査を受けている、こういう例があるわけです。で、私はこれ行政検査で本当はやれるはずのものがきちっと徹底されていないから、もう間に合わないから皆さんが自分で自分たちのお金で PCR 検査を受けている、これ遡ってしっかりとお金戻してあげる必要が私はあると思いますが、大臣どう思われますでしょうか。田村憲久厚生労働大臣。まあ、どういうような経緯でですね、PCR 検査したかということも、つぶさに我々分かりませんが、もうすでに11月の時点だったと思います。我々も介護施設の事業団体からですね、1人陽性者が出た。出たから検査をやりたいと言っても、都道府県、まあ、保健所等々がそれをやらせてもらえない。これはおかしいんじゃないかということで、1人でも出たらもう確実に全員検査やってください、これ行政検査でやれますと。でもしそういうことをやらないなら厚生労働省の方に行ってきていただければ、厚生労働省の方からもですね、しっかりとそれをお伝えしますと、まあ、こういうこともやってきております。それぞれ我々も現場の皆様方からもお声を聞いて、いろんな形で進めてきております。本来ならば行政検査でやるべき話であったと思います。もうすでにやったものに関して、それが即興できるかどうか、ちょっと今私も制度的にですね、それをつぶさに、ここで即答はできませんが、いずれにいたしましてもですね、本来は行政検査でやっていただかなきゃ困るということを我々は何度も何度もお願いをさせてきていただいたわけでありますが、残念ながらそれがまだ実現していないというのは我々の力不足かもわかりません。再度徹底をしてまいりたいというふうに考えております。委員長。宮川真君。はい、クラスターが出た事業者さんと本当に事業をこれから続けていけるのか、風評被害もあっても大変でありますので、ぜひですね、その行政側のがきっちり徹底できなくて、本当はお金が出たのに出なかった、そういったケースに関してぜひケアをしていただければと思います。そういった中でもう一つ大臣と議論したいのが、この PCR のプール検査のことであります。これ PCR のプールの検査法、なかなか日本はスタートしませんでした。ご質問ですが、世界ではいつ頃から始まった例があるのか、日本はいつからこのプール検査、PCR のプール検査始まったんでしょうか。健康局長、正林徳明君。お答えします。一度に複数の検体を検査する、いわゆるプール検査について、諸外国における開始時期については、必ずしも把握しておりませんが、令和2年5月に中国の武漢市において検査の取り組みの一つとして行われたということは承知しております。我が国においては、令和3年1月15日の第51回厚生科学審議会感染症部会において、プール検査の指針を作成および公表すること、行政検査として実施することとその要件などについてご議論いただき、同月の22日に医療機関、高齢者施設等において幅広く検査を実施する場合の検査法として、複数の検体を混合して同時に PCR 検査等を実施する検体プール検査法を行政検査として新たに実施可能といたしました。以上。宮川真君。はい、大臣、これお配りした資料の例えば4枚目、ちょっと時間がなくなってきているので、飛ばしますが、4枚目まず見ていただきたいです。これまた先ほどのネイチャーの雑誌ですが、7月号で、まあ、すでにですね、こういうプール検査、やられてるんですよということがサイエンスベースでこう言われているわけであります。で、まあ、その後も5、6、7と資料をつけておりますが、特に、保坂区長を中心にプール検査やらせてほしいと。でこの7枚目は大臣の写真も載っていますが、私の選挙区の船橋市の松戸市長もプール検査やらせてほしい、これ第3波が起こる前にですね、
プール検査でたくさん検査数を増やせるようにして、こう命を守っていきたいという声がたくさんあったわけです。大臣、なんでできなかったんですか。世界ができてるのに日本は、こんなに日本は遅いんですか、大臣。田村厚生労働大臣。私、去年の4月からプール検査やれって言って、高齢者にはずっと言ってきたわけでありまして、もう4月頃から保坂さんとですね、プール検査必要だよねっていうんで、どうやっていくかっていう議論をしてまいりました。大臣になって、さらにそれをですね、なんで進まないんだというんで、再度、指示というかお願いをしたわけでありますが、最終的に、ここで書かれているとおり、1月からという話なんですけれども、内容的にはですね、いろんな専門家の方々の評価をお聞きするとですね、一つはやはり感度、得意度が落ちる、これはもう確かだと思います。プール検査ですから、集めて集合検査やるので、その分、感度と得意度が落ちると。で、蓋然性の高いところでやるとですね、結果的に何が起こるかというと、取ったやつの中にいっぱい入ってますから、何回か取ったらもう一回それを事細かく全員やらなきゃいけないで、二度手前になると、こういうご意見でありました。ただ一方で、スクリーニング、蓋然性の低いところでスクリーニングやる分にはいいじゃないかと。だって、みんなコロナにかかってればですね、それは確かにプール検査やっちゃったら全部また事細かくやらなきゃいけないですから、これは費用の問題もあるし時間の問題もありますが、そんなみんながみんなっていうところでなければ、その中でプール検査やって、この一つのグループの中で見つかればそれをやればいいわけですから、費用もかかりませんし、それから検査能力、これ船橋の市長さんも、船橋ではなかなかですね、その能力的に PCR 検査の限界があるので、プールじゃなきゃできないんだと、だからプールをお願いしますというような、そういうご意見をいただきました。その通りでありまして、限られた PCR 検査の中でうまくプール検査をですね、スクリーニングで使っていくっていうのは、これは意味があるのではないかということでありまして、今回そういう評価をいただく中において、そういう使い方でですね、プール検査を利用していこうというような決定になったわけであります。遅くなったと言われればそうかも分かりません。私も待ちに待って、今回やっとですね、プール検査を認めていただいた、これしっかり利用 していただきたいというふうに思っております。宮川新君。はい、大臣がですね、しっかりリーダーシップを取って指示をしてやらなきゃいけないと思います。私はやろうと思ってたんだという答弁では私は足りないと思うんですけれども、でこれ今日時間がないので細かい話はしませんが、私が見てる限りやり方に大きな問題があったと思います。もっと早くやれたと思います。そのプロセスの検証をしっかり大臣やっていただきたい。で今薄まってしまうという話がありましたが、濃縮方法、濃縮できないかどうか、もう一生懸命やっていただきたいです。技術的にできる可能性十分あります。もしよく分からなければ、また後で説明に伺いますので、言っていただければと思います。で、そういった中でですね、ちょっともう一つ、お話ししたいのが、保健所が非常にキーになっていたわけであります。特にですね、私も選挙区で保健所で、夜間救急の部分がですね、非常にきついという声が上がっていました。先日の予算委員会で長妻昭議員とですね、大臣、議論されていますが、その中で長妻議員が話をされていたのを少し読みますと、私も保健師さんとお話ししました、保健所へ行って、その方の話はちょっと泣いておられたんですけれども、午前3時に携帯に電話がかかってきて、保健師さんが寝ているとき、それで病院を探してほしいということで、約60件電話した、やっと朝の8時半に病院が見つかった、こういうケースがあると、保健師さん、昼間仕事しているのに、夜もこの救急対応しなきゃいけない、なんとかしなきゃいけないという話でありました。で、私、一つ大臣にご提案をしたいのが、資料の10番目を見ていただきたいんですけれども、10枚目ですね、左の上に10と書いてありますので。それですね、はい、であります。これですね、私の選挙区でも、先ほど申したように、私の選挙区でもやはり保健所の夜間救急の対応がきついという声が聞いていました。で、そういった中で私が今、熊谷モデルと言って呼んでるんですけれども、千葉市の熊谷市長が中心になってやっていることなんですが、これ、もともと保健師さんは、病院調整とかが必ずしも得意じゃないわけです。でこれは救急の方々が得意なわけで、消防の方が得意なわけです。ですから、この消防の、救急救命士の方々を保健所に来ていただいてですね、でその部分を担ってもらうと、でこれ、実際にやってですね、
保健所もかなり楽になったし、救急の方も保健所の情報が状態がどうなっているか分かったので、非常にスムーズに動き出しているというふうに、まあ、熊谷市長、おっしゃっています。私、こういうやり方もできるだけ全国に広めていった方がいいと思われますが、大臣、この方法どう、熊谷モデル、どう思われますでしょうか。田村厚生労働大臣。いろんな自治体でいろんなやり方はあるんだというふうに思います。まあ、保健所自体が本当に普段の業務がいろんな業務がある中において、今回この新興の感染症ですね、こういうものの対応ということで大変な負荷がかかっていると。もちろん全庁的に、まあ、保健所の職員だけじゃなくって、他の部署からも応援に入っていただくお願いをしたりでありますとか、業務、委託できるものは委託していただきたいでありますとか、それから自治体間の協力、それから全国的に今、iHeatっていうのを、これもう3000名近くになってきたと思いますが、そういう応援体制も組んでるんですが、特にですね、その病院の調整、これに関してはですね、まあ、病院の確保もそうなんですけれども、もともとは都道府県で本部を作ってくださいというお願いをしております。やっていただいているところとやっていない、いただいていないところがあって、それぞれ保健所がどうしてもその業務をやっていただいているところもあるんですけれども、本来はやはり都道府県の中においてちゃんとですね、対応ができるような体制を組んでいただく、その中に例えば今言われたようなメカニズムが入っているというのも一つかも分かりません。全体として保健所にそれぞれ任せてしまうと、どうしても言われる通り業務がですね、過度になって、結果やれることとやれないことが出てまいりますので、しっかりとこれは全庁的な体制の下でですね、病院の調整等々をやっていただく、まあ、そういう必要があろうというふうに考えております。宮川新君。はい、先ほどの PCR 検査もそうですが、実際に第3波の時はできてないわけです。保健所も本当に苦しかった。でこの夜間救急のところ本当に苦しかった。ぜひですね、リーダーシップを持ってやろうと思ったけどできませんでしたっていうんではなくて、リーダーシップを持って、これ、熊谷モデルという具体的なものも私、提案して、それほど難しい内容ではないわけですから、ぜひやっていただければというふうに思います。そういう中でですね、保健所、保健師さん、人数が足りないということで、まあ、政府の方もここの人数を増やしていくという話が出ておりますが、やはり今回のコロナで、社会の弱いところが見えてきたと。そして今特に職を失っている方々の多くが、非正規雇用の方々が職を失ってきているということが大きな問題になってきています。それで、この前ですね、予算委員会の公聴会で、公述人の方が一つ述べられていました。これ、ちょっと読むとですね、森前東京オリンピック・パラリンピック組織委員会会長の女性差別発言に端を発して、ジェンダーの視点から社会の在り方を見直す機運が高まっております。労働の分野を見たときにも、コロナ禍によって、女性労働者、非正規労働者に最もその矛盾が集中しております。女性労働者、非正規労働者の実態を踏まえて、改善に向けて実効ある施策を進めるなど、ジェンダーの視点から予算の在り方を見直すことが必要だと思います。こういうように、口述人の方一人、お話を、されております。で、私、例としてですね、ハローワークの非正規雇用の方のことをちょっと大臣と議論をこの後したいと思っているわけですが、これ、ハローワークもですね、コロナで職を失った方たくさんいらっしゃってると。で、その相談をしている方々、これ、非正規雇用の方々ですね、相談している方々が、なんとか職をもう一度持ってもらいたい、必死に働いて、新しい職が見つかるように頑張っていらっしゃるわけですね。頑張っていらっしゃるんだけれども、その方々、1年契約なわけです。ちょうど今、解雇されるかもしれないという状況なわけです。で、もう通達来てるかもしれませんが、1週間くらい前に私のところに連絡があったときには、4月以降の契約がまだ継続されるかどうか分かりませんと、目の前で相談しているのに、自分自身の職が4月以降継続されるかどうか分かりません、お子さんもいて、もし4月以降職がなくなったら、どうやって生活すればいいか分からない、そういう働き方って大臣、正しいんでしょうか、どう思われますか。田村厚生労働大臣。まあ、これ、行政の仕組みでありまして、まあ、非正規、国家公務員、厚生労働省もそうでありますけれども、どうしても、まあ、予算というものが
ある程度決まらないとですね、それに応じてですね、採用人数というものを決めていくわけであります。本当から言うと予算が通ってからじゃなければ野党の皆様には怒られるのか分かりません。しかしそれではですね、今言われた通りもう4月割り込んでしまいますので12月ですね、予算編成等々ある程度決まった時点でそれぞれの省の採用枠というものをしっかりと確認した上でですね、なんとか、まあ、4月から変わりますから、まあ、1ヶ月以上前にはですね、なんとかお示しをしていくという努力をさせていただいております。まあ、国の制度、予算制度、単年度主義、こういうところが根源なのかも分かりませんが、残念ながら今のところこの制度が変わるわけではございませんので、野党の皆様方にはどうかお許しをいただいて、本当は予算が通ってからなんですけれども、その前に予算編成が決まった時点でそのような形であらかじめですね、次に向かっての雇用に向かっての見込みを出ささせていただくということでお許しをいただきたいというふうに思います。宮川新君、委員長、今のですね、大臣、お話ですけど、もう一度私の質問はですね、単年度でですね、まず大臣、もう一度、ハローワークの、相談員の仕事というのは、重要な仕事だと大臣、思われてますか。田村厚生労働大臣。そうなんですが、単年度主義でございまして、非正規というのは要するに単年度で雇い入れているわけでございますので、それを複数年度というわけではこれなかなかいかないということはご理解をいただきたいというふうに思います。宮川新君、はい、ちょっと重要な仕事だと、そのエッセンシャルワーカーというかですね、社会にとって重要な仕事だと大臣思われてるんですか。田村厚生労働大臣、重要なのは非常に重要だと思っておりますし、だからこそ厚生労働省としてですね、非正規とはいえですね、ハローワークでご活躍をいただいている皆様方には我々敬意を持ってですね、接しさせていただいているわけであります。宮川新君、はい、重要な方なのに4月以降ですね、仕事が続けられるかどうかが1ヶ月前2月の時にでもですね、仕事が続けられるかどうかわからない、こういう状況はいろいろなんかおっしゃられてますけれども、こういう状況は正しい状況だと思うかどうかということを答えていただけませんか。正しい状況ですか、こういう状況は。田村厚生労働大臣。なんて言うんでしょう、そういう方々の働く重さに応じてどうかという話とは別にですね、これ国の制度として予算の制度として非正規の方々に対してはそういうような対応にならざるを得ない、これは多分国だけではないんだと思いますけれども、それぞれ行政というものはそういう流れの中で、それぞれ予算を決めた上で、契約を結んでおるということでありますので、ご理解いただきたいというふうに思います。宮川新君、はい、ですね、このハローワークの働く方々、この前ちょっと私資料を置いてきてしまったんですが、この前、厚労省に陳情で要望書を出されています。本当にきついという声を上げています。もう一度大臣答えてください。その重要な仕事をやられている方が、4月以降仕事があるかないか、2月の中旬になっても判断がつかない、わからない、こういう働き方っていうのは正しい働き方なんですか、大臣。田村厚生労働大臣。ハローワークの皆様方だけではなくて、厚生労働省いろんな形でですね、非正規の方々おられます。みんな私といたしましては大変重い仕事になっていただいておるというふうに思っております。しかしながら正しいか正しくないかというような根源的な話というよりかはですね、制度的にそういう制度になっておるものでありますから、それは国の単年度主義でありますとか、そういうものを変えないことにはなかなかですね、改まっていかないということはどうかご理解をいただきたいと思います。ただ本当に重い仕事を厚生労働省の下でですね、非正規の中で、担っていただいている皆様方には改めて、感謝と敬意を申し上げたいと思います。宮川新君、はい、この11枚目の資料をご覧いただければと思います。これも何度か委員会でも取り上げられていると思いますが、まずこの非正規雇用の方々でもう1万人ぐらい毎年毎年10年近く毎年雇われていると、この雇用の変動の部分が非正規雇用なわけではないということ、この下は厚労省自体が出されているものですが、諸外国と比べても、1人当たりの担当している人数というのは非常に多いということであります。で、私はですね、
先ほどからルールがルールがとおっしゃってますが、ルールを考えていくのが大事なわけじゃないですか。で、基本的にこういう働き方がおかしいというかどうかという大元の考え方のもとにルールを考えていく必要があると思います。で、この前のですね、公述人がもう一人、発言をされてます。こういう公務の中で非正規でいる人たちがこうした法律の狭間にいて苦しんでいるということは、実態としてありますので、こうした問題に取り組んでいかなければいけないと思いますと公述人もおっしゃってるわけです。大臣、しっかり取り組んでいけませんでしょうか、この問題。田村厚生労働大臣。制度上、厚生労働省として取り組むということはなかなか難しいんだと思います。根源的な問題でありますので、そこは大きな問題意識があるということは私も理解いたしておりますけれども、想定員が決まっている中において、それに合わない中において、どうしても非正規で、仕事を担っていただかなければならないという雇用形態がこの国家公務員の中にはあるということ、これは大きな課題ではあろうと思いますけれども、なかなか厚生労働省だけでは解決できないということはご理解をいただきたいというふうに思います。宮川真君。はい、今日ですね、このほかゲノムシーケンス解析に基づいたですね、コロナの対策とか、いくつかサイエンスベースの話したかったんですが、ちょっと時間がなくなりましたので終わりにしますけれども、ぜひ科学に基づいて、国民の命と暮らしが守れるように一緒に頑張っていければと思います。今日はどうもありがとうございました。これにて宮川真君の質疑は終了いたしました。次に。